おはよう。私の声聞こえる？思い出してみて自分という姿を。
すごいテクニック。よろしく。どうも。ヤッホー。足は引っ張らないつもり。じゃ、お手柔らかにね。あら、まだ、まあ、強よろしく頼む。綺麗ね。やっと会えるね。あなたはこれから不死の存在レブラントとして目覚めの時を迎える。レブラントはその血にブラッドコードという特別な力を宿すの。どんな力のブラッドコードが自分に宿っているのか実際に試して確認してみて。
一時的に攻撃力を増加させる連結もあるみたい。この連結を使ってみましょうか。それじゃあ使ってみて。上出来ね。連結は事前に準備しておかないと効果を発揮しないから気をつけてね。大事なことを言い忘れてた。連結を発動するためには特別な血が必要なの。自我を失い化け物になり果ててしまったレヴナント、ロストの血が。その武器でロストを攻撃すれば敵の明血を吸収することができるから、覚えておいてね。これがファイター、そして連結についての基礎知識。それぞれの特性を見極めることが重要なの。だからこそあなたには無限の可能性がある。あなたはブラッドコードを切り替えることのできる特別な存在。ほら、心の奥底に目を向けてみて。ブラッドコードはレンジャーと呼ばれるものね。あら、今のあなたにはその武器は重すぎるみたい。レンジャーは器用さに優れていて、軽い武器での戦闘を得意とするの。武器を銃剣に持ち替えてみましょうか。銃撃には明血が必要なの。連結を使うことも考えるとどうしても明血不足になりがちよね。その時はあなたが装備している画装の出番よ。画装を使えばロストから一気に吸血することができるの。さらに明血を保持しておける最大量まで伸ばすことができるから、敵から吸血できるチャンスは逃さないようにしてね。
レンジャー、そして吸血についての基礎知識。もう一つのブラッドコードも試してみましょうか。さあ、心の奥底に目を向けてみて。そのブラッドコードはキャスターと呼ばれるものね。キャスターはおとぎ話に出てくる魔法使いのような能力を持っているの。連結を使うことで血を弾丸のように射出することができるわ。ショットは威力よりも射程を優先した連結なの。そうね、他の連結を習得してみましょうか。宿り木に触れることで連結を習得することができるわ。探してみて。無事に習得できたみたいね。せっかくだから使ってみましょう。このフロアは敵に大ダメージ。その分措置し私だったけど、分かってもらえたかな。あなたは自身のブラッドコードを失った特別な存在だからこそ無限の可能性がある。ブラッドコードの切り替えだけじゃなく、新たなブラッドコードを取り込むこともできるはず。人の力を自分のものにする、これはあなたにしかできないこと。あなたにしかできないことがある。あなたの血でしか救えないことが。さあ、目を覚まして世界を救って。おかえりなさい。気分はどうですか？
私も覚えていないのです。あちらです。ゆっくりで構いません。そばにいますから。もう少しです。大丈夫。血の泉が渇きを癒します。どこも皆乾いている。泉に実る血の涙が渇きを癒す。そう聞いていましたのに。こちらへ。やはりあなたは。さあどうぞこれを。新たな泉と労働力、どちらも確保だ。今日はついてるぜ。立て、楽しいお仕事の時間だ。立て、もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。ダンバー、仕事の時間だ。
ここも枯れたか。正気が濃くなっているな。くせ、次の聴衆まで時間がないってのに。準備完了しました。ああ、すぐ行く。枯れているのはこいつらも同じか。そうです、枯れてますから。こんな正気の中での探索は無茶です。今日は、これが何か分かるな。血類だろ。そう、この血類を今から探してきてもらう。この先の地下道でな。血税の徴収日まであと少しだが、今の俺たちに余分な血類なんてない。このままじゃ血も涙もねえシルバの犬どもに身ぐるみ全部剥がされちまう。まあそういうわけだ。なんで僕たちがそんなこと。文句があるなら、血税なんてクソみたいな制度を作ったシルバ様に直談判でもするんだな。まずはお前らだ、さっさと動け。ダメだ、みんなを巻き込んでしまう。今は従うしかないよ。次。おっと、お前は俺たちと留守番だ。戻ったら返してやる。回収した血類と交換にな。最近はここらにもハンターが出るそうだ。全滅だけは勘弁してくれよ。さっさと行け。えいっ、おい、大丈夫か。ここから上に戻るのは無理か。帰りは別の道を探さないとな。あ、俺オリバー・コリンズって言うんだ。よろしくな。絶対に血類を見つけよう。ロストの死体、初めて見た。ああ、死体って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって言われた。変化が始まって何度も人々がいるのに放っておいて。どうだい、使えそう。中身は何だろう。
ちに行けばいいんだろう。木箱、誰が積んだんだろう。そんなところに。ああ、気がついたかい？敵か？生き残るためなら何でも使わなきゃ。分かった、待ってるよ。落ち着いていこう。ああ、よかった。その扉、初めてかな。いや、大丈夫って説得力ないよね。このマスク、旧式だからかな。ちょっと息苦しくって。君こそ大丈夫？あの女の子、仲間なの。血類を見つけて早く迎えに行ってあげようかな。
上に何かいる。さっきの人じゃないか。どうした？どこか怪我でも。ついてないな。少し休んでから行くよ。大丈夫だって。いいから、ほら。君は血類を探さないと。あの子が待ってるから。
お前も探索者か。どうやら一人みたいだな。俺も今回は一人で探索を行っていたのだが、この先に進むのに連れ合いが欲しかったところだ。どうだろう、今回の探索が終わるまででもいい。同行しないか。騙して襲うような真似はしない。安心してくれ。こんな正気が濃くロストがうろつく場所で争ったりしないさ。それは助かる。どうだろう、騙して襲うような真似。それは助かる。俺も今回どうだろう、騙し、それは助かる。ちょっと待て、やめるんだ。何をする？お前も探索者か。俺も今回は一人で探索を行う。どうだろう、騙して襲うような真似を。お前、俺、どうだ、それは助かる。短い間だが、よろしく頼む。よろしく頼む。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。すまない、今行く。
これはまさか。それは、いや、詳しい話は後でさせてくれ。地上まではもう少しだ。一体何が？準備は万全にな。待て、うん、この場所って不利だな。せよ、落ちたらただじゃ済まないな。地盤を破って作った湖か。敵が上にいるな。いいものだったか。何か見落としたものはないか。地上の光だ。ロストに落ちたやつ、二度と元には戻らない。迷いを捨てろ。せよ。
無事だったか。ところでお前たちは、レブナントに定められた義務だ。例外はない。血液か。そいつには触らない方がいい。触れたものに侵食し、ロストに変える危険な意志だ。ささやきに耳を貸すな。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。その子が落ち着いたらここを離れよう。誰かが犠牲になるしかないんだ。待て、何を。手を離せ、飲み込まれるぞ。大丈夫、あなたなら。今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は。血類を治めるのが保護区に住むレブナントに定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。お父さん、お母さん。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。数少ない人間のほとんどがシルバの管理下にある。俺たちのような村のレブナントは死に物狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。血が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけで助かってくれれば。ここは記憶の残滓、失われた記憶がたゆたう場所。参りましょう。あの階段を進めば元の場所に戻れます。これはあのロストの過去。いや、まさかそんな。今のは一体。記憶、あの血液に刻まれていた持ち主の。まさか俺も一緒に引き込まれるとは。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ、血類の研究をしている。よろしくな。
ひどい景色だろう。クイーンに勝利した後、突然現れた赤い霧。あの霧の出現によってあらゆるものが閉じ込められ、シルバが君臨するレブラント社会が誕生した。霧の牢獄、霧に閉じ込められたこの世界はいつしかそう呼ばれるようになった。血を求めて危険な正気の中を歩き回り、何度も死に戻りながら血類を探していく毎日。レヴェナントには血が必要だ。血に乾けばあの化け物ロストに変貌してしまう。お前を捕らえた連中たちもまたロストの恐怖におののき血を求めた。ありきたりのレヴェナントだけれど、さざ波を立った。お前は正気を晴らし血類の泉を再生させたな。どこでその力を手に入れた？記憶の欠損か。他に覚えていること？珍しいな、ほとんどの記憶を失うと。彼女もそうだったが。しばらくゆっくりするといい。ここは好きに使ってくれ。はじめまして。私はリン・ムラサメ。この拠点で探索のサポートを受け負っているんだ。よろしくね。ちょっと事情があって一緒に戦うことはできないけど、武器の手配や調整に関しては責任持ってやらせてもらうから、自分の家だと思ってゆっくりしていってね。お前か、ルイのお眼鏡にかなったレブナントっていうのは。俺はデイビスだ。リン。